Welcome to Death Rush。 ここでは実際に出てくるゲームの譜面に合わせた動きをマスターしていこう。ダンスガイドを参考に真似して踊ってみよう。まずはこの譜面から。この譜面はクロスランニングマンの流れから戻す動きで撮ってみよう。それではダンスガイドを見てみよう。右、左、右、戻す、左、右、左、戻す、クロスしながら出すと見せかけて出さないのがポイントだ。それではやってみよう。3、2、1。右、左、右、戻す。もう一度やってみよう。3、2、1。右、左、右、戻す。今度は反対側。3、2、1。左、右、左、戻す。もう一度やってみよう。3、2、1。左、右、左、戻す。OK、続けてもう一つ。この譜面を見てみよう。この譜面は両足を同時にスライドさせて取ることができるぞ。それではダンスガイドを見てみよう。このように勢いよく両足を広げて膝のバネを使って内側と外側へスライドさせるのがポイントだ。それではやってみよう。3、2、1。広げる、閉じる、広げる、閉じる。今度は倍のスピードでやってみよう。3、2、1。広げる、閉じる、広げる、閉じる、広げる、閉じる、広げる、閉じる。グレート！レッスンで動きをマスターしたらいろんな曲で活用してみよう。